今回は谷中にある秘密堂さんというかき氷屋さんにお伺いした時のお話をしたいんですね。こちらも知る人ぞ知るお店で、大人気のお店です。ご覧のように大行列です。これ開店前じゃないですからね、営業中です。で、整理券をもらうんですよ。行ってそのまますぐ入れるわけではなくて、並んで入れるわけではなくて、もう何時間待ちなので、まあ、そこでずっと待ってるわけにはいきません。ですから並んで待って、整理券をもらって、で時間になったらまたお店に行くというシステムです。これ私ですね。男性客はほとんどいなくて、まあ 90% ぐらい女性客なんですよ。で、確か昔は1人1杯しか頼めなかったと思うんですけど、今はなんかシステム変わって1人2杯でも3杯でも食べられるということなんで、結構私が行った時は1人で3杯ぐらい食べてる人いましたかね。よくそんな入るなと思ったんですけど、でご覧のようにこう手で手動でガリガリ削るものです。で、氷は日光の天然水を使っている、まあ昔皇室献上物だったのかな、徳川御用達だったのかな、ちょっとよく覚えてないんですけども、とにかくいい氷を使っています。で、店員さんが非常に多くて、もうそれだけ忙しいんですね。作っても作ってもお客さん入ってくるという状態です。で、ここのすごいところはいくつかあります。3つほどあるんですけども、1つは、まず氷が美味しい、天然水の氷が美味しい。で、もう一つはそのかかっているソース、これが本物のフルーツを使っています。いわゆる風味ではなくて、例えばメロンだったら本当のメロンをちゃんとこう液体にしてかけてるんですね。で、こちら抹茶と小豆、まあ見ても通りボリュームも多いんですよ。で、私はほうじ茶なんですが、これごめんなさい、三品茶です。三品茶のかき氷にクリームチーズをのせるやつ、珍しかったので、いただいてみました。なんか噂で聞いたんですけども、宮古島にも支店を出したらしくて、多分その関係で沖縄の食材なんかも入れてるんじゃないかなと思います。昔はなかったと思いますけどね。で、こちらの三品茶のかき氷は正直んっていう感じでしたけども、まあいろいろ食べてみたらいいんじゃないかなと思います。季節ごとにメニューは変わります。